どうも、レオです。ポチです。いつもご視聴ありがとうございます。それでは、ロマサガリユニバースガチャ引いていきたいと思います。はい。はい、サガスカーレットグレイス発売日記念、うん、ということで、まあ、またウルトラデラックスガチャ。ウルトラか。はい。もうこの UDX という文字が恐怖にだんだん変わりつつある今日この頃ですけど、うん、まあ、見ていきましょうと。いうとこですね、うん。初めてじゃないかな。UDX 限定の女性キャラ。うん。まあ、ウルピナですね。わー。ちょっと可愛らしい感じになってますけど。うん、いいこれぞ二刀の奥義って言ってます。うん。で、追撃の剣気。クロスブレイク命中させたとき、剣気が発動する。うん、この前のなんか風速即位付けみたいなことなのかな。うん、どうなんだろう。で、進撃の連機。攻撃命中時自身のヒットポイントを回復。うん、攻撃対象を倒したとき、自身の BP を回復、うん。で、テンションアップの5。うん、ということですと。で、あと、まあ、イベント特攻とかついてますよってことだね。うん、で、これが剣気ってやつか。横一列攻撃に単体に、自身を回避カウンター状態にする。で、反撃をする。どんな技なの？見てみようか。うん。剣気。うん。はあ、はあ、はあ。おうほうほう。ほうほうほう。ん？おぉ。おぉ。おぉ、なるほど。あ、横一列。なんだね。うん。ほう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 。なかなかトリッキーな、またトリッキーなキャラクターですね。うん、ウルピナさんね。うん。ほい。で、次、エリザベート。うん。わぁ。いいね。ふんふんふん。で、アビリティがパワーチャージの2。うん、あと、フライパン返し。うん、うん、攻撃を受けたとき、直接攻撃に対して、火ダメを軽減し、フライパンでカウンター攻撃。へぇ。で、テンションアップの4。フライパン。敵単体なのね。うん。ちょっとまあ見てみよう。うん。フライパン。フライパン。フライパンだもん。痛いよ、それは痛いよ。うん。うん。うん。おぉ、これも単体攻撃なんだね。うん。はいはい。スタン系結構取れそうって感じなのかな。うん。反撃のフライパンちょっと面白そうだね。で、最後、レオナルド。うん。ヤンキー座りしてますけどね。そうだな。文句でもあるのかな。うんうん。で、不屈の信念と腕力充填の3とテンションアップの4と。うん。まあ、これは過去何個もあるやつだね。まあ、不屈の信念持ってるとね、だいたい1回はね、踏みとどまってくれるよ、倒れずに。お、それはね、結構、いいね。美味しいんですよね。お試し、殴り倒す。シンプル。剣出してていいの、一瞬。うん、三段切り、うん。うん。喧嘩ロード。うん。うわぁ。うん。なるほどね。まあ、なかなか、で、この、まあ、このレオナルドと、うん。エリザベートは、まあ、プラチナに落ちるってことかな。ほうほう。で、まあ、各 1% ずつと。まあ、20連だけ。よし。行きましょう。行こう。頼むぜ。欲しいね。欲しいねなぁ。あ。え。ああ。そんなにあっさりと、ちょっと、こう。わかんない、まだ。まだわかんないよね。わかんないと思いたい、うん。さあ、ここらで、変わってくれても、うん。うん。うん。あー、いやー。なるほど。次に入ってる。はい、じゃあラストですね。うん。行きましょう。
あ、ま、これは来たな、うん。これは来たよ。あ、これ来たな。これは来たでしょ。ついに来たんじゃないの？これは来たでしょ。はい。お願い。お願い。すぐ来て。すぐ来て。ちゃんと。そう。そうするとちょっとほっとするから。ああ。今、リアルな舌打ちしちゃった。くそ。うわ。また、結局お前なん、お前のガチャじゃないんだよ。なんか、え、これで終わりだったらどう、あ、やば、嘘でしょ？トーマスだろ、これ。違うよ。違うよ。あれ？嘘だろ。あれ？嘘でしょ？ちょっと待って。あんなに爆発したのに。嘘！あ、これ。あ、終わっちゃう。うわぁ。すり抜けかぁ。終わっちゃった。終わっちゃったなぁ。いや、もうしょうがねえわ。うん。もう本当にすり抜けた時の爆発、なんとか直していただけませんかね。直してというか、変えていただきたいね。マジで。ショックだなぁ。ショックだ。まあ、でもしょうがないな。まあ、これもご縁ということで。うん。諦めましょう。はい。はい。じゃあ今回ここまでで最後までご視聴いただきありがとうございます。コメント、チャンネル登録していただけたら嬉しいです。では、次の動画でお会いしましょう。またねー。バイバーイ。